今日は比例の文章題やるよポイントここね比例の文章題を解くコツ比例の文章題はとにかくこれに尽きる式で言うと Y イコール AX この関係を見つけようそして Y は何か X は何かこれを整理していくよじゃあ問題見ていこうじゃあ例題ね ある工場では牛乳パック18枚からトイレットペーパー3個を作ることができます牛乳パック X 枚からトイレットペーパー Y 個を作るとき次の問いに答えよ括弧1見ると Y が X に比例するとき Y を X の式で表そうじゃあ解いていくねまずこれ文章問題だよねいきなり解くことはできないよじゃあ一つ一つ考えていこうこ1ね Y が X に比例するとき Y を X の式で表そう ここにあるまず重要なヒントって何かな大事な一文あるよ。線引くんならここだね。Y が x に比例。Y が x に比例ってどういう意味 ?y が x に比例っていうのはこれ。式で言うと Y イコール AX そういう関係にあることだったよね。つまり y が x に比例っていうのは y=ax イコール a x の時に y を x の式で表そう。だからほとんどまあここまではできた。ただこの a の値分かんないとちゃんと式にできないよね。 そこで文章もう一回整理していくと牛乳パック18枚からトイレットペーパー3個を作る、うん、で牛乳パック x 枚からトイレットペーパー y 個を作る時、x、と y の関係分かった牛乳パック x 枚からトイレットペーパー y 個を作るだからうんこれで言うと牛乳パック x 枚だからこの x の部分これが牛乳パックこんなわけね牛乳パックそして y の部分 Y の部分がトイレットペーパーこういう関係になってるわけねで、これだけだとまだわかんない他にもヒントあったよ頭に牛乳パック18枚からトイレットペーパー3個を作ることができるということは牛乳パックが18枚あったときつまり X が18だったときにトイレットペーパーは3個作ることができる3個作ることができるつまり。 牛乳パック18枚からトイレットペーパー3個作ることができるこれは式でいうと x が18のときに y は3になるそういう意味だよねじゃあ x18y3 それぞれ代入してみると y は3で x が18だから3イコール a かける18こんな式できるよねということは a っていうのは6分の1とわかる で A が6分の1って分かったらこの Y イコール AX において6分の1を代入して Y イコール6分の 1X こういう式ができるよで、この式の意味ちゃんと考えよう文章題だからね Y っていうのは何だった Y っていうのはそう、これトイレットペーパーだったよねで、X っていうのは牛乳パックうん。この式の意味は 牛乳パックにの枚数に6分の1をかけるとトトイレットペーパーパの個数になるっていう意味ねつまり牛乳パック例えば6枚だとすると6分の1をかけてトイレットペーパーが1個できる牛乳パック12枚だとすると6分の1をかけて2になるそれが2個トイレットペーパーの個数になるそういう関係式になってるよ。じゃあ過去にね 牛乳パパッック枚かからトトイレットペーパーは何個作ることができますかじゃあ見ていくと括弧1から分かったのはトイレットペーパーを Y 牛乳パックを X とくと Y 分の 1X そういう関係式が成り立ったわけね。じゃあ今は何を知りたいの牛乳パックは126枚つまりこれが126が126の時トイレットペーパーは何個作ることができるかこの Y を知りたいわけね。 126枚の時にトイレットペーパー何個作ることができるかじゃあこの式に代入しよう。トイレットペーパー Y は6分の1に牛乳パックの枚数かけたもので出てくるから整理するとこれが21になって Y =21 つまりトイレットペーパーは21個作ることができる。これが答えだよ。 じゃあ練習見ていくよ袋の中にビー玉が8 1 0ム入っています全部で何個入っているのかを求めるために次のようなことを調べました袋の中から両手でビー玉を取り出すと20個すえてその重さは 90g でしたこのことから袋の中に全部でビー玉が何個あるか求めなさいじゃあ見てくよまずこの問題何の問題そう文章問題だね文章問題はいきなりは解けないよそこで一個一個考えていくけど今回ね。 比例の文章題で扱ってるけどどこにも比例なんて言葉ないよねだから一旦比例のこと忘れちゃおう普通の文章題だと思って解くとうんやることは二つあったねまずは求められているものを x と置くだからこの文章を読むと求められているの何最後を読むと袋の中に全部で b 玉が何個あるか求めなさいここを x と置こう b 玉が全部で x 個 あったとすると求められているものを X と置くだから B 玉の個数を X 個と置こう、うん、これで任務の半分完了ねじゃあ何が言えるの二番目に考えるのはイコールで結べる式を探そう何と何がイコールか見ていくと袋の中に B 玉が8 1 0ム入っていますこれ重要なヒントだね袋があってその中の B 玉の 重さがだった絵で描こう袋があってビー玉がうわーっとたくさん入ってってその重さが 810g だった。ということは何かがこれビー玉の重さ合計すると 810g そういう式作れそうだよね。で考えると今ビー玉が全部で x 個あったとすると置いてるんだからこのビー玉 1>, 1個分に X 個をかけると袋の中全体のビー玉の重さになるからこういう式できるよねあとは X を知るためにはこのビー玉1個の重さこれが分かれば解けちゃうじゃあさらに文章を読んでいくと次のようなことを調べました両手でビー玉を取り出すと20個すくえて その重さは90グラムでしたこれは重要なヒントだねビー玉がもし20個20個あったとするとその重さは90グラムだったうん、これ重要なヒントだね20個だったら90グラムっていうことは仮に半分の10個だったとしたらどうなるビー玉半分にするんだから重さも半分になって45グラムじゃあ1個分 1>, 1個分の重さはここからわかるかな？わかるよね。10個を10分の1の1個にするんだから45グラム、重さも10分の1になるから4.5グラム。B 玉1個の重さは4.5グラムとわかるよ。4.5グラムと分かったらさっき作った式、ここに代入しちゃおう。つまり全体の重さ810グラムっていうのは1個分の重さ4.5グラムに。 個数をかけたものそれと等しくなるよねこれを整理しようということは810イコール 4.5x となって整理すると両辺10倍すると小数点が消えてゼロがつくで 45x イコール8100となってこれを計算すると x イコール1 180 180となるわけねつまり B 玉があった個数は合計で180個方程式から解くことができるよ。ただ今比例の文章題でなんでこれが出てきたかそれは疑問だよね。方程式でも解けるんだけど実は比例でも解けるそれはねこの関係に気づいてほしい。今 B 玉20個で20個で 90g だったよね。 うん、このビー玉、例えば個数を二倍にすると、重さも二倍になるよね。三倍にすると重さも三倍,、ね、倍,倍になる。この関係ってなんだっけ？二倍三倍、x が二倍三倍になると y も二倍三倍になる。つまりビー玉の個数を x そしてビー玉の全体の重さを y としたときに、x が二倍三倍になると y も二倍三倍になる。という関係はこれはそう。 y a x y ax ax で表せるわけねこうして y=ax と置いて x が20の時 y が90の時代入して a の値を求めるそうして比例で解くこともできるんだよただなかなか思いつかないと思うからこうして方程式で解いちゃっても全然いいよ今日のポイントね比例の文章題を解くコツ y イコール a x これを見つけて y は何か x は何かこれをセールするのが解き方だよ。